第2章3日経ちました。4月に入って、江戸の風物もだんだん夏らしくなりますが、八五郎はそれっきり来ず、閣夜に起こった不思議な事件も、それっきりここでは知るよしもなかったのです。せめては両国界隈に持ち上がった事件だけでも、八五郎の手一つで扱わせるのが、 せめてもの平治の親心というものでしょう。さあ、天田親分。そういう下から明神下のうちへ八五郎が飛んできたのは四月になったばかりのある朝のことでした。どうした？橋の上のくせもんはわかったのか？平治もその報告を待っておりました。八五郎の初手柄にさせるには。 うってつけの小事件だったのですそれどころじゃありませんよ格衛門はユン殺されましたよなんだと両国橋の上から放り出されたのはその手ほどきだ詳しく話せそいつは用意のことじゃねえ人の命に関わる事件となるとこれは八五郎の手柄に任せておくわけにはいきませんユン主人が二階の寝部屋へ入ったのは四つ過ぎ 今日開をけてっから見ると雨戸が一枚開いていたし主人は床の上で殺されていました獲物は部屋の隅にあった主人のあいです喧嘩道具でこいつはよーく切れますよあじってみよう平いはとうとう動き出したのです人の評判になっている男だけにたくらみが深そうでこのまま放ってもおけません二人は米沢町へ急ぎました まだ朝の口で柳原土ても大したことはありません角屋の店の前は商売柄大変な繁盛ですがガラッパチが梅雨払いで通るとさすがに町の人混みもよけて通りますおお銭形の親分ていなことになりましたよ角屋門の殺しに下手人が二人出た騒ぎだ浜町のゴン次は酸っぱい顔をして見せるのです 四十近い御用聞きで顔は古いが働きがなく八五郎の尻馬に乗って辛くもじっ手を持ち続ける中年者です手代の三七郎のことは聞いたがあとは誰だい平次は面白そうでした手代の三七郎はどんなことがあっても両国橋から格右衛門を放り出した最初の犯人ではありません娘のお今さ 華奢しゃに育った娘が両国橋から大川へ親父を放り込めるわけはねえからこれも最初のくせんじゃねえよしかし親子仲の悪かったことはうち中の門も近所の衆も知っているその上本当の子じゃねえと来ているからまあみんなに会ってみよう本当の下手人は一番神妙な顔をしているかもしれねえ平次は八五郎と権次を案内に。 奥の二階に上がって六畳間に放り出されるように血の海の中に横になっているかこえもんを見ました四十五六の精力的な中年者で後ろから右貝殻骨の上を刺されひとたまりもなく死んでいるのです六畳の真ん中よりは床の間に近く寝床からは少しはみ出しておりますが相口の鞘は そこに放り出したままで隠右衛門の背中にはその俳口が真の像まで突っ立てられそれはゴンジの手で引き抜かれたまま手ぬぐいの上にのっけてそばに置いてあります「廊下であったのはそのお今という娘じゃねえか身なりがいいからすぐわかるだろう」。ゴンはは立ち上ががりまししたた八五郎は早くも行き過ぎた娘を呼び戻して 隣の六畳に臨時のおしらすを開きました見たところ十六七の小柄な娘は名船の袖を重ねて小鳥のようにわなわなと震えておりますおめえはおいまというのか平次はこの娘をいたわるように見下ろしました色白で毛の多い娘でおびえきってはおりますが妙に痛々しいところがあります はい、お今は顔を上げました。びっくりするような大きい目です。この間、おめえは葉桜を見に向こう島へ行ったのかえ、え、私もお供をしました。格右衛門をめぐる人たちに混ざってお釈をさせられたことでしょう。おめえはご主人と縁続きになるのか、遠いいとこにあたります。いつからこのうちに引き取られたんだ。 一年ばかり前に、主人の角右衛門さんと仲が悪かったそうじゃねえかお今はわずかに頭を振りました大池が重そうです。主人の角右衛門はこの子の器量の良さを餌にして婿選びに没頭していることは八五郎の話を待つまでもなく柳原から米沢町へかけての噂になっているのでした平次は 色々突っ込んだ話を聞きましたがお今は怯えきってそれに器用な返事も与えませんお人形遊びに夢中かもしれないこの娘から満足な答えを得られようはずもありませんところが親分ちょいと見つけたはい八五郎がふいにやってきました娘のお今は長い廊下を向こうに行ったばかりですなんだい八 お今というのはとんだいい子じゃねえかまだ二人すげえのがいます下女のお鹿を入れて三人だそんなことはどうでもいいおめえの用事というのはそんなことかとんでもねえ縁側の戸は一枚外れていますがくせ者は外から減ったんじゃありませんよそうだろうともしんばり棒はそっと外して戸袋にかけてあるし敷居にも雨戸にも傷はねえんだ くせンは外から窓を外してそっと家のん中へ入る工夫はねえよ。くせンは家のん中のものに決まってるんだ。外から入ったように見せかけただけだよ。平次は縁側を通りすがりにそれだけのことを見ておいたのです。親分はそれをご存知っすか庭下田も何にもねえところへ入って足跡が一つもねえし塀があんなに高えから足は不思議に思ってましたよ。 せいぜいうちのもんをさがしてみるこったところでつぎは誰だれだ女がふたはりこいつはすげえのばかりだがおたかというのをよんでみましょう八五郎はまもなくとしまをよんできましたおたかというなににげなくせのひくいこぶとりの三重女ですおめえはおたかというんだねうっせいがひくくておたかとはこれいかに女は ご用聞きの平次をからかい気味にこんな無駄を言うのです「神妙にせえおめえが主人を殺したとは言わねえけれど三後の五分玉を主人からもらったにちげえやるねえ」「あ親分私は何にも知りゃしませんこのかんざしだって五分玉とは見えるけれどまが、あ、いものの渋玉なんですもの」「女のかんざしはそのころの税で渋玉か五分玉か 本物かまがいさんごかが容易ならぬ問題だったのです。岩見銀山へでも打ち込んでみるがいい。本物なら間違いもなく割れるぜ。ところでおめえはいつからこのうちへ来てるんだ。平治は開き直って砕けた調子になりました。あばずれの女はこうでも扱うより他はなかったのです。ほんの二月前でした。岡場所で年を食っているうちに 旦那に見出されてここへ潜り込みました相手が悪いと見てお鷹はことごとく神妙になりました襟にだけおしろいを塗った表情だくさんな素顔です平時もしかしこの女を追求するのを諦めるほかはありませんでしたすれっからしで利口ぶった女は下劣で感情高くはあるが主人を殺せるほどの弾力はなく 渋玉の産後をもらって枕の塵を払うより他に大した悪意もないことがわかりすぎるほどわかっております第三章二番目に呼び出されたのは目かけのおしのでした目かけというのは名ばかりでまだ二十二歳になったばかり骨と皮ばかりの痩せた女でその病的な体の他には みじんも色気というもいとうのはありませ隠えもん格がふとした気まぐれで「めかけという地位に引き上げ無知で無害なのでそのまま「けの地位に留めておいたという世にも心細い女でした「私は丸二年になります」「向こう島へもご一緒いたしました」「でもおかさんやお嬢さんと一緒に帰りました」というだけで何の変哲もありません。 袖口から赤いものがこぼれてこの騒ぎの中に素顔に紅を忘れないといった一種異様なたしなみの女ですが話すことはピントが外れて平時の調べの足しにはなりません次はまた娘のおいまでしたこれはお高屋おしのと少しも離れず向こう島からも一緒に帰って何の変わったところもなく 平次は念入りに繰り返して女どもの調べを打ち切りましたまだありますよ親分男どもの調べはこれから始まるんだ平次は答えましたい,いえ女の調べですよ下女のお鹿も一緒に行ったはずじゃありませんか八五郎はこと若い女に関する限りは見落とすはずもありませんなるほどそいつは気が付かなかったよ ついででにここへ呼んでくれ八五郎は飛んでいきましたが間もなく廊下を踏み荒らして一人の女を連れてきました大変な大きな声です「おめえはおしかというのか?」。平次は肝を潰しました。